こんにちは、清明斎です。今回はね、部屋に転がっているダンベルの紹介ということで動画を撮っていきたいと思います。僕ね、2年前のね、6月か7月ぐらいにね、Amazon でね、ダンベルを購入したんですよね。はい。確か1キロから10キロ、10キロのダンベルだったと思いますね。はい。上腕二頭筋と上腕三頭筋をなんか鍛えたいと。ちょっと何が理由だったかは忘れたんですけど、思って、それで Amazon で購入したんですよね。はい。で、値段も結構したと思いますね。はい。1万2万ぐらいなんかした記憶はありますね。はい。で、今、カメラで映っているのが5キロのダンベルと、8キロのダンベルですね。はい。で、購入した当初はね、上腕二頭筋を鍛えるトレーニングは15回かける3セット、上腕三頭筋を鍛えるトレーニングも15回かける3セットっていうことで、やってたんですよね。はい。で、昨年の3月に、実家を出ることになったんですけど、その間、9ヶ月ぐらい、実家にいたわけですけど、実家にいた子なんかはね、プロテインなんかも、飲んでね、本格的にやってたわけなんですよね。はい。で、最初は1キロのダンベルでやってたのかな。その後どんどん、2キロ、3キロ、確か1キロ、2キロ、3キロ、5キロ、8キロ、10キロってか、10キロ、のダンベルを購入したと思うんですけどね。はい。どんどんその重さを上げていって、トレーニングしてたんですよね。はい。で、それで3月に実家を出て、今の一人暮らしという部屋に来たわけですけど、で、もうその時には5キロぐらいのダンベルをずっと使ってトレーニングしてたんですよね。はい。で、そういうのもあって、こっちの部屋に来るときはね、5キロと8キロのダンベルだけ引っ越しするときに持ち込んだんですよね。はい。で、もうその時にはね、正直なこと言うとね、筋トレのモチベーションはもうちょっと下がってきてたんですよね。はい。そういうのもあって、大体、ずっと夜に、筋トレはすることが多かったんですけどね。はい。一人暮らしの部屋に、一人暮らしするようになってからはね、もうプロテインなんかも飲まなくなってましたね。はい。もうなんかめんどくさいなっていう風に思うようになってきてて、で、それでもね、惰性でずっと続けていってたんですよね。はい。だ、昨年の3月からずっとその惰性続けて、今年の4月か5月ぐらいですかね、もうやる気がもう完全になくなってしまって、もう部屋の片隅でダンベルが転がっているような状態になったんですよね。はい。で、その時なんかはね、8キロのダンベルをもうすでに使ってたんですけどね、もう完全に気持ちが消えてしまって、もう今はもう3ヶ月ぐらい多分やってないですね。はい。筋トレに関してはもう完全にもう部屋の片隅で転がっているような状態にこのダンベルはなってたんですけどね、今回そのダンベルを紹介するということで持ってきたんですけどね。はい。で、やっぱり思うのは、筋トレっていうのはね、やっぱり何か目的というかね、その強い目的みたいなのがないと、こうなりたいみたいなね、そういうのがないとやっぱり続かないなっていうふうに思いますね。はい。僕も大体その2年前の6月ぐらいから、今年の4月ぐらいまで、2年弱、ずっと続けましたけどね。はい。結局途中で折れてしまって、筋トレをしなくなったっていう感じですね。はい。もしかしたらね、また機会があればね、このダンベルを筋トレのためにね、使う
ことがあるかもしれませんけどね。はい、まあしばらくはね、まあまた部屋の片隅でまあ甲賀っていうような感じになるのかなっていうふうに思いますね。はい、まあそんなところですね。はい、終わります。